おはようございます。フランカー吉田改め、ヘタレバサー吉田です。ということで、名前をね、ちょっと、ヘタレバサー吉田というふうに改名させていただきましたんで、すいませんけど、今日から変わりますんで、よろしくお願いします。今まで本当ずっとクランカーという名前使ってたんですけど、ちょっとコメントの方で、お前クランカーって割には全然クランクベイト投げねえな、みたいなコメントをいただいてたんで、このタイミングで改名させていただきました。本当に今まで気を悪くしてた方すいませんでした。で、コメントくれた方もなんかもう最後はクランクベイト好き同士お互い頑張りましょうとかね、温かいコメントをくださりまして本当にありがとうございます。ちょっとクランクベイトにするにはまだちょっと時間かかるかもしれませんけど、なるべくクランクベイトでも魚が釣れるように頑張りますんで、また時間ある時に見てやってください。そして動画のことに関して言っておくと、あといつも高評価とかね押してくださる方もいるんですけど、本当にすごいありがとうございます。もう見ていただけるだけで本当にありがとうございますって思うんですけど、本当高評価していただける方本当に励みになってます。ちゃんと通じてますんでありがとうございます。そのね、期待に応えられるように、気持ちに応えられるように、これからもどんどん釣りの動画、釣りバンバン釣りって、まあ坊主食らってもどんどんアップしていきたいと思ってますんで、また時間ある時に見てやってください。よろしくお願いします。はい、そんな話は置いときましょう。一回置いといて釣りの話で、今日は4月の8、8日土曜日です。で、今大井川9時過ぎぐらいなんですけど、ちょっと朝遅いんですけど大井川に来てて、普段のワンドの方を最初入った時に常連さん、知ってる常連さんにお会いしてお話しさせてもらって、で、その方ブログ始めてから一番初めに声かけてくれた方、もう何年も前になるんですけどにだったんですけど、なんとその方からじゃん、 DVD の差し入れいただいちゃいました。ありがとうございます。助かります。すごい、これ見させていただきます。これあれですよ、 AV とかそういうんじゃないですよちゃんと健全な釣りの DVD でございます。はい、ありがとうございます。前にもいただいたことあって、すごいよく空いた時間に見させてもらってたんですけど、すごいこういうのあんま自分で買わないんで、最近は全く雑誌とかも、すごい助かります。本当にありがとうございます。勉強させてもらいます。これ見てね、釣れるように、ちょっとでも釣れるようにお互い頑張りましょう。ということで今日から大江川なんで、頑張りますよ。多分ね、ちょっと本当すごい釣れないんですけど、大江川相性悪いんですけど、釣れないなりにも頑張ってなんとか1本取りたいなというふうに思っております。で、今最初札の入って見て、釣りはしてないんですけど、してお話しさせてもらって、でちょっと様子見て、水が結構濁ってて流れもあったんで、ちょっと違うとこ行こうかなと思ってぐるって回って、最上流結構ぐるぐる回ったんですけど、結局最上流に行きました。で、まだ水見てないんですけど、まあ人も周り人いないから、ちょっとここで撮影してやろうかなと思ってます。まあちょっと釣れるかどうかわかんないんですけど、また多分長い、そこそこ長い動画になると思うんですけど、というか今後また坊主が続くと思うんですけど、釣れるように頑張る。あ、違うわ。でもね、来週あれです、来週琵琶湖行くんで、はい来週は琵琶湖で頑張ります。兄とレンタルボートなんですけどね、琵琶湖の場合は。まあレンタルボートって言っても免許持ってないんで2馬力なんです。超遅い2馬力です。まあその辺もまた来週琵琶湖の辺も見てやってください。ということで、とりあえず今から着替えて準備して頑張ります。頑張るぞ。はい、今準備が終わったんで、今から釣り開始したいと思うんですけど、上流ね、西の上流です。最上流に来てます。で、結構水がどうなんだろう、結構多いですよね、これ多分。わかんない、あんまちょっと今年初めて、何ヶ月ぶりかの大江川なので、ちょっとわかんないんですけど、自分のイメージよりもかなり多いですね、多分。そうでもないんかなあ、でもそうでもないんか、わかんないや、よくわかんないけど。で、程よい濁りが入ってて、ちょうど好きな感じですね。で、最初のルアーはじゃん、スタッカーの6インチノーシンカー、これでやってみたいと思います。まあ頑張ります。あ、で、そうだ、釣りする前に、そう大江川も今年これが初ということで、やっちゃいますんで、やっちゃいますよ。またこれです。え、これピント側はね、まあ いや、いつものご縁がありますように、お賽銭を最初ご縁がありますようにということで投げ入れてから、いつも通り始めたいと思います。ということで頑張ります。
い、今ちょっとねスタッカー巻いてたんですけど、なんか雰囲気的にトップ出そうだなと思ったんで、これちょっとまだ時間早いですけど、バド系、これドラフトウェイカー、カッツバディさんのところのドラフトウェイカーの、これ兄にもらったんです、ずっと言ってたらくれました。でこれでちょっと威嚇バイト狙いでやってみようかなと思います。はい、続きまして宇田のワンド、朝ここほんと入ったんですけど、一回ちょっとなんか水が嫌だなと思って上行ったんですけど、上行ってもあんまり一緒だったんでまたここに来ました。でちょっと常連さんいるかなと思ったけど、常連さんはもうすっかりいなかったです。でここでは2年前にここちょっと曲がったところにあるところで、シャトテールで結構いいバス釣ってるんで、そういうイメージで、じゃん、スタッカーの6インチの同心化、これをまた巻いてみたいと思います。頑張ります。続きまして深浜バンドですかね、深浜大橋、深浜橋っていうのが今わかんないけど、深浜のバンド場になってる、一人今アルビモードの人がいますね。はい、ここでもスタッカーの脳進化でグリグリっと巻いてみます。はい、今ねさっきサッカーやってた深浜ワンドから一回あそこはちょっとで、ね、やめて、すぐ下流、最下流とかの方に見に行ったんですけど、最下流車、こい釣りの人とかもいてね、車が止めれなかったんで、ぐるーっと回って今ここはなんていうんだ、寿司コキンワンドっていうのかな、あそこ寿司屋裏のあのワンドのとこの対岸っていうのかな、深浜があって普段のがあってのこの間のとこをまたスタッカーで、スタッカーの6インチの脳進化で、こればっかやってるんですけど、過去にね春これだけですごい40アップバンバン釣れたことあったんで、それのイメージがあるのと、まあ、2年前もシャッテールで1匹いいの釣れてたりしてるんで、この春の時期だけこういうのを投げます。とりあえず頑張ります。はい、今普段のワンドの対岸ぐらいまで攻めてきて、帰りは同じトップなんだけど、マグナムデカダンスフィー、これで一体どうしよう、じゃにバッドマンカラーです、お気に入り、めちゃかっこいい、こういうので釣りたい。あ、ちなみにこれルアーがちょっと御三川とやるのと結構違うんですけど、これ別にふざけてるわけじゃなくて、
大江川で年間としてメインにしていこうと思うのがこういうトップとライトリグの2つなんで、ちょっとトップは結構多くなると思います。これあのルアーチョイスもこれ別にポップ R とかでもいいんですけど、ちょっとでかいの、春はでかい方がいいかなと思う。威嚇バイトとか狙いやすいんで、でこういうのを使ってます。あ、ちなみにね、ボックス、今持ってるボックスの中だと、ちょっと待ってね、あーここか、こんな感じ。新井くんとか、あと今年新井くんすごい好きなんで、新井くん絶対なんだろう、うん、動画で釣ってるとこ撮りたいから、絶対1日朝から晩までもう長時間耐久バスフィッシングで新井くんしかルアー使わないっていうのもやりますんで、その辺も楽しみにしていてください。あとは、まあ、大きい系とかで釣りたいなっていうのはありますね。まあ、とりあえず今日はこの辺、もちろんポップアールとかその辺も使いますけど、もうとりあえず大江川はもうトップとライトリグメインで頑張りますんで、で今日もこの後多分ライトリグダウンショットとかレッグワームのダウンショットとか入れてくんで、まあとりあえず引き釣れるように頑張ります。そしてさっきねちょっと声かけていただいた方は多分常連さんだと思うんですけど、結構釣れてたみたいで、うん、やっぱ上手い人はみんな釣ってます。そして天気がねすごいいいんですよ。この今にも雨降りそうな、で降らない、降ってもパラパラみたいな、すごいトップ良さそうなんで、そういう意味でもちょっとトップで頑張ってみます。新貝橋、新貝橋の下流に入りました。でここではドライブシャッターのノーシンカーでやってみます。で今ねこれ釣りするんですけど、その前にまず見てください、この満開の桜、綺麗です。こういうのを見ながら釣りするっていうのもいいですよね。どうせ吉田下手りすぎて釣れないんで、まあ一人で一人花見、ぼっち花見しながら頑張ります。バスなんて釣れないので花見でもしてください。多分ね吉田が釣りしてる映像より桜だけ撮ってた方が多分再生回数上がりそうな気がする。さすがヘタレ、綺麗ですね。こんなん見ながら釣りとかできたら本当幸せですよね。ということで、まあ、ちょっと雨が強くなってきたんで今からランチタイムですかね。今日は台湾ラーメンじゃありませんのでもうね、お前いつもラーメンしか食わねえじゃねえかみたいな多分思ってると思うんで、今日は大江川なんで違うところに行きます。あのお店ですね。とりあえずそれではフォンテンブローさんで、オムライス、オムライス、オムライス、いつも台湾ラーメンばっか食ってるやつが今日はオムライスです。うん、ふわとろオムライス、うまそう。そしてスープとサラダ、いただきます。オムライス、うまし、っていうのを取ろうと思ったら皿持ってかれました。しまった。今日は綺麗に食べたんで、写真じゃないわ、動画撮りたかったんですけどごめんなさい。そしてランチの後は食後のコーヒー、今からこれ飲んで午後からも頑張ります。それではランチの後はまた西の上流、西の上流で、はい、
またシャトテールの脳進化。今度はスイングインパクトの 5.8 をやってみます。今シャットテールで軽く流して、ちょっと雨強く降ってきたんで、レインウェアに、またシワクチャのレインウェアに、93歳おばあちゃんの顔みたいなシワクチャのレインウェアに着替えました。ウェアも下も、はい。で、ルアーは今度はチェンジしてレッグワームのダウンショット。私こう大江川ではこのトップウォーターとライトリグを徹底的にやっていきます。っていうかこれでしか釣れる気しなくて、去年大江川の釣果見ても、自分で調べてみても、最初だけジグで1匹釣れたんですけど、あともうトップとライトリグ以外では釣れてないんで、1匹も。もうトップとダウンショットがメインかな。まあスプリットとかネコリグとかそういうのもやるけど、脳進化とか、まあ、大江川ではもう徹底的にこれをやっていきたいと思います。でこれあの、お前それヘタレだがやって思うかもしれないですけど、別にこれをメインでやろうと思ってるんで、別に全然ライトリグでも釣ってる人はすごいと思うんで、これがメインになって別に全然ヘタレだと思ってないです。逆に今の状況だと、ここでクランク投げたらヘタレです。はい、なんていうとクランクやってる人が怒るかもしれないですけど、はい、ということでダウンショットやってきます。で、クイ狙って岸際やってて、また釣れないんで、今度一段下のクイ、この間の五三川と一緒ですね。とりあえず初め岸際狙って、ダメだったら1個落としてみるっていう、いろいろ両方やっちゃってもいいんですけど、なんかそれだと分かんなくなっちゃうんで、どっちか徹底的やって、それがダメだったら今度こっちはどうだっていう感じでやってみます。頑張ります。はい、次は合流エリアに入ります。今ちょっとここ来た時に、知り合いの常連さんとか、あと毎週大江川から言われてる方とお話しさせてもらったら、結構やっぱ釣ってる人は釣れてるみたいなんで、ちょっと頑張りたいと思います。ルアーはスイングインパクトの 5.8 で、ちょっと進化、これ板重り巻いてるんですけど、ちょっとつけて、もうちょっとレンジ下げてみようかなということで、これでやってみます。はい、今度は西の警察署裏に入ってきました。一応いろいろ回ってみて、魚の反応というか気配とか、一応あそこでギルのバイトが、あのダウンショットでやってる時にプープープーってあったのが一回あったんで、あとどこで何やっても反応なくて、常連さんは結構やっぱ何か釣って見えるんで、話したら、お話聞かせてもらったら、
うん、でもう天気もね今日すごい本当に釣れそうな天気なんですよ。暖かくてこのドヨンと曇ってて、たまにパラパラと雨が降ってっていう、今ちょっともう少し緩んでちょっと流れもあるんですけど、もう一つ風が吹けばなっていうのであるんですけど、まあ今日は間違いなく釣れる日だと思うんですけど、ここまでノーバイトということで、とりあえずここのシャローを、はい、今度はドラフトウェイクじゃなくて本家のビッグバードでやってみます。春の怒らせて威嚇バイト的な、これが可能性あるのかなと思います。これからもあとライトリグか、まあとりあえずやってみます。帰りは、でん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 ガオガオということで、はい、ジタバターライ君でやります。これ五三川で声かけてくれた方にもらったやつです。これで頑張ります。時間は5時半なんですけど、雨が結構わかるかな、結構降ってきちゃったんですけど、もしかしたらこれ以上強くなったらちょっと帰るかもしれないです。で最後になるかもしれないんですけど、最後はビッグスピナベと台風でもう何やっていいかわかんないんで、とりあえずもう巻こうかなと。もう最後はスピナーベイトで、雨が降ると結構スピナーベイト効くって言うんで、風が吹いたらスピナーベイトと、雨が降ってもスピナーベイトということで、最後は台風、これ4分の3かな、音数だと思います。これでちょっと巻いてみます。はい、ということで、ちょっとね雨が本降りになってもうずぶ濡れ状態だったんで、すいませんけどこの時間でストップフィッシングでお願いします。結局ギルバイトが1回あっただけ、この上流でライトリグでっていう感じなんですけど、全くですね、さっぱりですね、もうほんと綺麗さっぱり、もうさっぱりピーマンわけわかめです、本当に。なんだろう、ただただ難しいなっていう感じなんですけど、またこれに懲りずに来週も、あ、じゃないわ、来週はね、兄と一緒に2人で来週土曜日の方、土曜日に琵琶湖にレンタルボートで出撃しますんで、その模様を動画でお届けできたらなと思うんですけど、天気がもし雨とかだったら撮影はできないかもしれないです。そしたらごめんなさい。一応できる限りはやるつもりなんですけど、でレンタルボートも免許2人とも持ってないんで、2馬力のすごい低速のめちゃくちゃ遅いレンタルボートに乗りますんで、まあそんな兆候をまた、で去年琵琶湖この時期っていうか一発目の4月の第2土曜だったかなに行って50アップ1匹取れて、その日去年はなんか2人で 3匹ずつ釣れて6匹釣れて、まあ自分たちの中ではよく釣れたなっていう感じだったんですけど、この時期の琵琶湖にしてはいつもだいたいワンバイトあるかないか1匹とか、下手したら坊主っていうのも全然あるんで、そ
そういう状況の中、去年は3匹3匹で2人で6匹釣れたんで、まあまあだったかなということでなんですけど、まあどうなるかまたご覧ください。ちなみに琵琶湖ではもうやるのはスイムジグとあとネコリグ、この2つがメインになってきます。お前琵琶湖でネコリグやってんじゃねえよって話なんですけど、違うんですよ、レンタルボートでお金払ってるじゃないですか。そしたら元取らないといけないんで、坊主で帰るわけにはいけないんで、多分ネコリグ投げてる時間が一番長いと思います。ちょん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 やってます。そんなまあね、そこら辺がまたヘタレなんですけど、まあそんなヘタレ兆候をまた見てやってください。今回も釣れないのに長い動画ですみませんでした。またこれでこれに懲れずに見てやってください。で来週琵琶湖とか西の湖はもう自分の好きなタイミング、行けるタイミングで行きますけど、大江川と御三川に関しては一人兆候の時ね、兄と一緒にとか嫁と一緒にっていう時はもう自分で好きな方行っちゃうんですけど、その時釣れそうの方に一人兆候の時は必ず次、今これ大江川で一匹釣るまでは一人では御三川には行きませんので、そういうルールなんで、その方が見てる人も面白いかなということで、ただ今日やってる感じ、4月に御三川一人では無理かなっていう感じなんで、ちょっと時間かかると思うんですけど、お付き合いください。それでは長い間ありがとうございました。さようなら。